今回も、井山さんの対局を見ていきたいと思います。はい、日本初の、ね、4連勝となりましたね。はい、最高の形で、第3ラウンドに、向かうことになりました。はい、井山さんの黒番です。まあ、コスむっていう手は、まあ、こちらとかもいいとこですよね。まあ、こういう手をね、まあ、防いだっていうようなことですね。で、ここを打たせて、そうですね、大ゲイマはね、そうですね、気づかないとこでしたね。まあ、これでここに打たせたんでね、まあ、ここはまあ、とりあえず一段落と見てね、まあ、例えば肩とか、まあ、そういう手とかもね、あると思いますね。こちらに打って、まあ、白もね、そうですね、まあ、何か絶対打たなきゃいけないってわけでもなさそうなんですけど、まあ、厳しく打たれましたね。あまり予想しない進行なんですけど、この当てがね、基本的には筋いい手じゃないので、この辺りではね、黒悪くない、この石をね、うまく静止にして、まあ、普通に考えればマゲを打って、まあ、こうやるとまたね、こういう手も効きますんで、これ手抜くとつけてね、取られてしまう手が残りますんでね、まあ、2とも打てないので、まあ、曲がりぐらい、まあ、こうとかね、まあ、何かこちらとかね、構えておいても、この幅がすごいのでね、これでも十分だと思うんですけどね。はい、ここを一回利かしに行ったんですね。まあ、これね、4子取りが残って、まあ、ただ、今は、そうですね、地の手なので、まあ、こちらにね、展開されたと。この辺りから、うまく利かされてしまいましたね。突きが絶妙に効いて、これ押さえてしまうと、切り、こうやってね、こうやりたいんですけど、こうやってこれが、ちょうど覗きが働いてるということで、ちょっと受け方が困ってて、ね、ちょっとこちら打ってますね、一回ね。で、こうなって、これ、そうですね、隅に息を残されながら、この3目をね、ちょっと切り離されてしまったんで、これはちょっと1本取られてしまいましたね。で、そうです、切りですね。まあ、白はこう、賭けぐらいでもね、この3子を制してますんでね、これでも十分だったと思うんですけど、切ってて。一応ここに迫って、まあ、この白をね、脅かしに行きましたね。で、ここ行って手がね、まあ誤算があったのかもしれませんね。まあ、ちょっとこうやりたいんですけど、ここが効くので、こうやってつけてね、そうですね、こうやると、まあこうが残っちゃいますかね。こうになりそうですし、これはこうやってね、抑えられないので、こうやるしかない。まあ、こうやって、まあ、この石を捨てて、まあ、白もここ実利稼ぎましたんでね、この図ぐらいで打つしか、もしかしたらね、なかったのかもしれませんね。これで形勢はどうなんでしょうね。別にそんな白もね、悪くないかもしれません。一応ね、隅、まだここ、息ありますしね。ここをやっていったんですね。でをね、ちょっと利かしたいためにね、ちょっとこういう、打ったのかもしれませんが、ここまで打っちゃうと、でもね、このつなぎが来たのでね、この5子がね、ダメが詰まって、で、これもね、この石もまとめて、取る変化にできたんですね。黒は。ここも非常に、読みが正確ですね、黒はね。これで目がなくなりまして、ここがね、入れないんですよね、ここね。なので、ここで投了となりましたね。これは、そうですね、この石が、
黒は、白はね、ここ隅の生きもあったところを打っただけ取られてしまいまして、これも取られてしまいましたからね。はい、まあ全部白は持ち込んでしまいまして投了となりましたね。はい、今回もちょっと苦しい形勢がね、局面があったんですけど、見事逆転勝ちしたということでね。はい、はい、次に進めるのが嬉しいですね。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。それでは失礼します。